こねています。ビガ種を使って香りよく仕上げていきます。伸ばしやすいようにと思って少しモルトを多めに入れたのでちょっと焦げ気味です。はい、ピザの生地が発酵してきたので分割していきます。こんな感じです。いい感じですね。ちょっと若めかもしれないんですが、よいしょ、200g に分割していきます。そしたら丸めていきます。で、冷蔵庫の中でしまって休ませてから使っていきたいと思います。はい、入れた？入れた。